ドアカットは、鉄道駅において、列車の一部のドアを開けず、限られた車両、またはドアからのみ乗降させる、措置のこと。ドア非扱い、扉被扱いとも言う。JR 部内では、一般的に、ドア閉め切り扱いと呼んでいる。ホームからはみ出した車両のドアを開けない例写真は2010年、当時。その後は、富士山駅ホーム改修により解消済み。ドアカットスイッチ。 半神発千系電車ドアカットは大きく分けて、駅のプラットフォームが列車より短い車両と、プラットフォームの隙間が広くて乗降が困難ワンマン、運転車内温度の保持特急列車や、ホームライナー乗車時の検察優等列車運用のためといった理由によって実施されている。なお、編成中のすべてのドアに、ボタンで開閉操作ができる、半自動ドアを使用している場合には、 ドアカットとは呼ばない。東急大井町線区本仏駅。手前の木造ホームは車掌の安全確認用。名古屋鉄道ではドアカットを締め切りという。名鉄では先頭車同士の貫通ホールを使用する編成が2000、系を除いて存在しないため、後部2両に2両固定編成を連結している場合は、ドアカット実施駅で物理的に降車できないことも起きる。なお、 名鉄では、信号設備の関係上、前方車両のみの締め切りは発生しない。かつて行われていた根深川駅でのドアカット JR、北海道フラノ線、鹿内駅。ワンマン運転で鹿内駅が無人駅のため、最前部のドアのみが開く。車内集中式のワンマン運転では、バスと同様に後方のドアから乗り込み前方のドアから降りるのが一般的だが、 2両以上連結して運転する場合、有人駅以外では2両目以降の車両について、回、閉避しないことが多い。不正乗車防止のため、また後乗り、全振りを徹底させるためか、単行運転であっても、無人駅では、車両後方内側の回避ボタンを機能させないように、するなど、後方から降りられず、前方から乗れないようにする、ある種のドアカットが見られる。また、 JR 北海道のように、前乗り、全振りで最前部の扉以外は開かないようにしている、ケースも見られる。これは、当季に、後部ドアのミラーによる確認が難しいという事情があることや、仮上工場から昇格した一部の駅は、前扉がかかる程度の長さしかホームがないことによる、ためとされる。常磐線原の町駅で発車を待つ415系。 車内保温のためにドアカットを行っている。JR 九州行橋駅にて発車を待つ JR 九州813軽電車のドアカット。中央の扉のみ開放。JR 北海道の一般軽車両の多くに設けられている乗客用ドアスイッチ。このようにランプの点灯中は個別開閉が可能。通過列車待ちや始発列車など停車時間が長い場合に、 車内の冷暖房の効果を上げるためにドアを閉め切るケースがある。ドアカットを行うことにより、車内に入り込む外気の流れを遮断することにより、車内温度をある程度維持でき、省エネルギーにもつながっている。また、近年は悪天候において車内に雨水などが入り込まないよう、ドアカットを行うケースもある。かつてはすべてのドアを閉め切るものが多かったが、 一車両につき1.2箇所のみ開ける例もある。東京メトロ1万軽電車の乗務員室にある一部、締め切りスイッチ。この車両では、一部締め切りを使用すると片側の4箇所の、うち3箇所のドアを締め切ることができる。また、ドアカットとは異なるが、当期の管理地では、車内保温のため乗降扉を半自動扱いとして、乗客自らが手動で開閉する方法がある。 車両側に特別な装備を必要とせず、さらに簡便な方法としては、通常通り全扉での客扱いを行った後、一旦すべての扉を閉め、乗務員が非常コックを扱い、乗務員室資金の扉を手動開閉する例もある。環球接続で待機時間の長い名古屋鉄道や近畿日本鉄道などで冬季に行われている。東京メトロ、日比谷線で 3K 後、 扉車が北千住駅で二つの扉を閉め切っている様子。ありがとうございます。